こんにちは、葵です。こんにちは、小太郎です。最近ね、お手伝いしたいしたいって言って、こういう風にね、これ持ってやったりするんだよね。一緒にコタと途中までやっていこうかなと思います。で、今回は保育園給食の鶏の唐揚げをご紹介します。 100% 失敗しない鶏の唐揚げの作り方を紹介します。それでは早速作っていきましょう。唐揚げの材料は鶏もも肉、醤油、生姜または生姜チューブ、片栗粉、油です。分量は概要欄またはコメント欄をご覧ください。鶏もも肉は唐揚げ用のお肉を使うと簡単です。で、保育園の場合はこの唐揚げの半分のサイズがだいたいお子様の一口サイズの大きさになるので、これの半分に切ってます。鶏肉に下味をつけていきます。鶏もも肉にお醤油加えます。今回は生姜をすりおろしていきます。生のね、生姜を使います。もう危ないよ、これこと。生姜は皮ごとすりおろして大丈夫です。ここに生姜の絞り汁を加えていきます。よく調味料を揉み込みます。うん、上手。インテンタンタン、もじ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 、上手。そしたらこのまま15分置いて味をなじませます。コタは今お昼寝中です。それでは鶏肉に衣をつけましょう。片栗粉つける前に皮を広げて鶏肉を丸い形に整えてから片栗粉につけます。そうすることで形が綺麗に上がり、さらに皮の部分がカリッと上がります。そしたら片栗粉を一つずつ丁寧にまぶしましょう。一つずつつけることで片栗粉がダマにならずに均等につきます。こんな感じで綺麗に形を整えておきます。では鶏肉を揚げましょう。油を170度に温めます。温まったらそっと鶏肉を入れましょう。入れた後はすぐ触ると衣が剥がれるので、このまま2分ほど待ちます。2分経ったら上下を返してさらに2分揚げます。そしたら最後のポイントなんですが、最後に火を強めて190度ぐらいに上げてから高温で1分揚げます。最後に高温にすることで2度揚げなどしなくても表面がカリッと仕上がります。3、はい、給食、給食、嬉しいな。何でも食べましょう、よく噛んで。みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒に、いただきます。いい色に揚がりました。いただきます。やっぱりこの皮の部分がしっかり揚がってるから、すごい美味しい。
もう唐揚げとポテトサラダの組み合わせがすごい好きで今日の給食最高です。忙しい日にもパパッと作れて冷凍保存もできるので、ぜひ皆さんこの作り方で作ってみてください。材料もシンプルなのでとっても簡単です。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。